おはようございます。4月3日月曜日です。今年の家庭菜園の種を仕入れてきたよ。今年はひよこ豆、芽キャベツ、リベンジさせていただきます。去年は育てる時期が早すぎたのかな。今年こそは成功させたい。そしてまだ種類も増やしていくぞ。から春はやっぱり楽しいよね。それではセバね。